金取るとあれだからね、あの運行のやつとかしないといけないけど、別にタダで乗せるのは全然その旅客業とかいらんから、うん、なるほどな。山田の川、なんと山田の川、最高な川あるんや、こんなところに。鬼の川だよ、だって山田の川だよ。すげえな、鬼の川こんなところにあったんや。山田らしいぐらいの規模やったけど。あ、ちょっと雨当たってきたね、やっぱ。でも仙崎良かった。仙崎結局歩いたんだわ、仙崎まで。長門市駅から別に歩いて20分とか30分ぐらいやから、で歩いて駅見て、ただ電車に乗ろうと思ったら4時間待ちとかやから諦めて、でどうしたんだっけ。あ、でそこだ、仙崎のところに仙崎キッチンっていう、あの新しくできた道の駅があって、そこのところが仙崎港って言って、あの漁獲だかが結構日本でも有数の漁港やから、そこで取れたお魚が食べれるっていうキッチンがあったもんで、そこで海鮮丼食べて、でそっからコミュニティ、あ、バスだ、バスで長門駅まで戻って、で長門駅で次の列車が1時間半でも、山陰本線も1時間待ちとかになってて、あ、もうダイヤ狂いまくとったから、大して、あ、始発から4時間以上あの運休になっとったような状態だったもんで、で乗った時もだって低速運転で、あの低速運転での運行になりますって言って、30キロとか40キロとかでずっと沿線走っとったから、まあ観光列車みたいな気分で見るなら、あの日本海のさ、あの崖沿いを、しかも荒れ来る波を、そんな大雨の時だからのところをさ、ずっとゆっくり走ってくれるから、めちゃくちゃ景色としては良かったけど、ここに出るんだ、はいはいはい、まあずっとマスクでいいよ、マスクでいいよ、あの165に当たったら右折で、あ、ここも30って言うんだ、あ、本当だ、へえ、鈴鹿以外にもあるんだね、ここにもあの記念公園の案内が、あれはもう、一大スポットですから、この辺りの、その日があのなんて大阪まで一応あのバス動いてたって時だ、ああそう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 、その次の日やね、これね、そっから、それがもうだから昼過ぎ3時とかか、ぐらいからで時間があったから、一瞬だけ峰線が運行再開しとったもんで、峰線乗って、なんだったっけ、あの湯本駅だったっけ、長門湯本、長門湯本駅っていうところまで行って、温泉入れるかなと思ったけど、歩いていくにはちょっと微妙だし、折り返しの列車20分後って言ってるし、それ逃したら2時間後って言ってるから無理だって、ちょっと駅前ブラッとしただけで終わって、なんなら雨も降ってきて、あ、ダメだ、もう無理だって2時間後から、あ、その2時間後の電車を待とうとすると2時間後から大雨ですってなって、あ、無理やってで、行ってからすぐ長門市駅戻って、で、そこから山陰本線で、増田か、増田駅まで行って、特急、ワンちゃんも特急使うしかねえかと思ったら、パッと見たら特急は全部運休ってなっとって、増田駅のところ大混雑になっとって、特急券買いません、え、なんで特急すべて運休です、ってなっとってみんな大変なことになって、これまっすぐでいいの、ね、まっすぐで、あ、ごめん、曲がるわ右、左です、左、猫座坂、へえ、猫座坂言いにくいな、でもいいね、猫座坂いいな、にゃんこ坂、猫が座ってる坂だろ、最高やん見えるわ、ちょこんって座ってる猫見えるわ、もう招き猫みたいに座ってる猫が見えるよ、いい坂だ、
いや、なんかすごい予定だったよ。で、そこから、結局、ギリギリ終電間に合って、出雲市駅でギリ、なんとか終電間に合って、なんか、米子まで行けて、で、米子で、自由空間があるってなってたから、そこ行こうかな。もしくは3000円ぐらいの、で、泊まれるビジネスホテルがあるってなってたから、そこ行こうかなと思ったけど、そこもう満室で、すいません、今日満室ですってなって、で、自由空間に行ったら、雨に降られた。途中でバーッと雨、夕立みたいにバーッと降られて、そしたら、その自由空間が入ったのが漫画ミュージアムって言って、米子ってなんか漫画が有名だということで。ゲゲゲの鬼太郎の。そう。鳥取で、そっかって、そうだ、そりゃそうだ。境港ってあれやけど、米子もあれで、それで漫画ミュージアムってところがあって、だからそこに、その自由空間で一番その蔵書数の多い、満喫になってるらしいんやけど、その同じ建物の中に、サウナ施設があって、そのサウナ施設が、実はカプセルホテルも兼ね取って、だからサウナ富士みたいな感じで、のスペースもあるってなっとって、それが3000円ぐらいで使えるってなっとったから、本当にこれでいいよって。大浴場あるし、サウナ入ろうかなと思ったんやけど、サウナの営業終了時間の10分前に行っちゃったもんで、これでは整えんと、10分では整えんとなってしまって、残念ながらそれを諦めたんやけど、まあでも風呂にはバッと入れたね。で、まあどうせ朝も始発が動くから、始発ぐらいから動くから、いいやって言って。それで3500円ぐらいの。3500円やったかな。安かった。あれは助かった。言うて、カプセルとはいえ、ホテルやから足伸ばせるさ。充電できるし。で、次、米子の、どこから入ったんだっけ？最初あれだ、境線の、境港の方に行くやつの、境港に行こうと思っとったから、その漫画ミュージアムまで行くと、なんだっけな、長門富士駅やったっけな。長門じゃねえ、なんだ、あの辺りなんて言うんだったっけ、米子。米子の2つ、米子から2つ北側に行った駅、なんか富士っていうのは入っとったの覚えとるけど、何富士駅やった、4文字やった、三本松口じゃあ、なんか読めない、これ右折で、はい、このなんつら大山、これでしょ、違う、そっちだね、それ大山や、ちなみに大山。米子の。あ、これ、三本松口の、五島とこの間にもう一つ駅あるんやわ。よいしょ。富士見町か。あ、そう、富士見町駅。4文字は4文字やったけど、全然、丸々富士じゃなかった。乗ろうかなと思ったら、近くに五島総合車両検査場みたいなのがあるってなっとって、でパッと見たらさ、五島駅近いじゃん、じゃあその五島駅の方に歩いてったその車両基地が見えるらしいから、じゃあせっかくやからそこを見ようと思ってそっちの駅までテク歩いて、で五島駅から乗って、五島駅から、境港に行って、境港で北郎ロードとかわーっと歩いて、で、そこからまた、境港から今度米子まで帰ってきて、それしてよかったのが、米子駅から乗ると青春18切符の印鑑って米子駅で押されるやん、途中の無人駅から乗ったから、改札が境港駅改札になったんや、すると境港って、印鑑が独特なんで、鬼太郎のマークになっとんの。あれが教えてもらえたら、ラッキー、そうなんやって、知らんと言ったから。もうちょっと先、右折で、左折です。350m 先。信号が。左か。左ね。はいはい。これがグリーンロード。だね。
あそこ、ここが白山の、うん、あのマックスバイオ、うん、綺麗になったけどね、うん、昔はもう、ね、おーっていう感じの、うん、痺れるねっていう感じのあれがあったけど、うん、あとここのセブンイレブンがめちゃくちゃ駐車場広くて便利、うん、だってそこも全部、ここまで全部駐車場やからな、うんうん、すごいえぐいやろこの広さ、うん、めちゃくちゃ広いねここ、うん、で、うん、どこまで帰ってきた俺、あ、米子まで帰ってきたな、はい、そしたら今度もう特急で移動するかあれしかないなと思っとったら、あの山陰本線乗り継ぎ悪すぎてさ、うんうん、そのまま最短で行き続けても、うん、名古屋に着くのが夜の11時50分って、 あ無理だって、よし特急使うかと思ったら、今度特急が倒木で全部運休になっとって、うん、あの博美線か、うん、が全部アウトになったから特急は全滅しとって、うん、全滅ってまあ積んだと思って、うん、どうしようと思っとったらどうやら高速バスが走っとるらしいと、はい、で日本交通か、うん、日本交通の高速バスがちょうど40分ぐらい来るってなっとったからもう予約して、うん、あのバスセンターがあるから、うん、あのビルがあったからそこのところに受付カウンターみたいなところがあったもんで、うん、そこに行ってもう予約して、そしたらなんかそれが臨時便やったらしくて、うん、普通は3列独立シートでトイレ付き、トイレ Wi-Fi 付きらしいんやけど、もう4列シートのトイレも付いてね、 Wi-Fi も何もないっていうやつだ、うん、だらしくて、その代わり値段が1500円引きになりますっていう、だから3500円で乗れて全然いいです、むしろそれがいかないです、大阪まで3500円で借りたからもう特急料金とかにも全然もう、うん、元さえ取れる、うん、でしかも中国自動車道さど真ん中ストーンって行くからさ、うんうん、新幹線使うよりも1時間早く着けるんだよ、うんうん、時計、うん、これ岡山から乗り換えて、岡山へ特急で出てそこから新幹線に乗って1時間早い、あ、すごい、あ、1時間言い過ぎか、何十分か早かった、うん、うん、めちゃくちゃ快適で途中のサービスエリア光月とかに言われてちょっとお土産も買ってとかで大阪着いて大阪のちょうど難波のバスターミナルのところに着くもんで、うん、難波直結やん、でそこはまあ JR の方に行って JR の難波駅見てそこから桜島駅行って、はい、うん、で、そこで島駅から普通に帰ってもあれやなと思って歩いとってどうしようかなと思っとったらちょうど市バスが来たもんで市バスに乗ってどこだって西九条か、うん、西九条まで行ってで西九条から環状線で今度学研都市線の方に行くやつ、はいはい、どこだったら京橋か、うん、京橋での立ち食いうどん屋さんでやっぱ関西だしうめえ大阪のうどんうめえって行くって、うん、会話が全部大阪のおっちゃんやなと思いながら、うん、当たり前のように漫才始めるからな、うんうん、2人揃ったらなんか店員さんと漫才始めるし、そうだよね、大阪の人とものすごいすごいと思う、うん、漫才と思ってやってないんだけどな、うんうん、でそっから学研都市線で今度、木津川、うん、木津川まで行ったんか、はい、うん、で木津川から今度関西本線に乗って亀山、鴨か先に鴨か、鴨まで行って鴨から亀山行って亀山からよく行って、うん、猛烈な旅でした。4日間、あ、つまりジュラスケープ4回使った4回使った、うん、いいな、そういう旅に憧れるな、なんか、うん、あの本当行き当たりばったりの、うん、結構プランは立てたの、やっぱその米子行くとかさ、その長門行くとか、あ、大まかには決めてた。一応企画名としては、JR 西日本のターミナル駅、あの端っこの駅、うん、路線図で一番端になってる駅を全て回りましょうっていう企画です。そうそうそう、
で最初走り出した時にまず 一番最初に、うん、和田岬寄ったらこれ後半無理だなって分かったから、もう姫島で諦めてストンと行って、あとあの近場だったらいけるじゃん、和田岬とかだったら最悪うちでやったらまだ行きやすいやん、そうだ兵庫だ、あともうざっくり考えた時に絶対北陸は無理だなと、こっから能登まで何もなしに下ね、特急もなしに行く無理だなっていうのがあったんだよ、その北陸と、うんうん、和歌山方面と我が家大阪方面とかけない、もう中国地方だけに絞ってやろうと思ってやると思ってやっとったから、そっちの方回るような予定ではおったけど、うん、それぐらい決めとったのは、いざ走り出したら、うん、どこまで終電できるんだこれ、うんっていう、いやって行けるところまで行ったところで待って宿あるのかとか、で最初のうちはそんなに気にしてなかったんよ、まあ、言うてあの山陽本線沿いはどこも大体、まあ、地方都市がそれなりに沿っとるやん、だから前半は大丈夫やと思ってたんよ、分かったのは後半よ、大丈夫か本当に何もないぞって、日本海側はな、日本海側はやばい、鳥取島でやばいぞ本当にとんでもないところであの止まったら終わるぞこれって、